いやあ、せつねけいすきだよ。色季夢見てるは夢見てる。第さんはひや,やっていきたいと思います。前回ね、やばいことになったからね。追い込まれて入った席はドリームズ。なんかドリームズ、鍵決まっとったけど、あの拍子からしたら、あの、お姉さんが開けてくれたみたいな感じになったもんな。お姉さん、もしかしてそんなに、裏でないんかホストのこと。ここは、確かにドリームズだ。 ゆりさんのアパートとホストクラブ。レイはこの二つの場所に強い念を持っているのか。そうよ来たー来たよ、ここまでお姉ちゃんの夢の中は、アドルホストの西口がいっぱいなんだこんな声だったっけ、前回のパート。<laughs> ゆりさん、あなたはここが、お姉さんの夢の中だと分かっていたのか知ってたよ お姉ちゃんが死んだと毎晩毎晩この夢の中で迷い込んだ進路の向こうにはお姉ちゃんがいた私を手招きしていた通路の先はこのホストクラブに通じていたお姉ちゃんは私に何かを訴えていた私は思ったが毎晩のようにクラ,ブクラブが用意していたお姉ちゃんはあんたらもに騙されていたんだって あんたら放送に貢いで貧乏か抜け出せなくて死んじゃったのよお姉ちゃんを殺しやがってチクシュー小嫁太出てきた。と <laughs> うとう小嫁だ夫が出てきましたよ。<laughs> 待てゆりさん。お姉さんが放送に組んでいたとは限らない。そうよな。 手招抜き人ってはも,もしかしたらホストが楽しくて妹も呼びたいと思ってるかもしれないか必ずしも悪霊が夢を見るわけ作るわけじゃないんだよ知らねえもう戻れねえんだよ私は裏からホストをこの夢の中に突い込んだ見逃し行き過ぎだそしてその死体を夢の中に隠した死体も現実は出てこねえからな そしていつからかこの夢は赤く染まっていったお姉ちゃんが喜んでいるかは分からなかったけど私はそうしてあげることしかできなかったんだゆりさんお姉さんは憎しみの心を持っていたそれは違う今の話からするとこの夢は初めは赤色じゃなかったってことだこういう夢が憎しみの赤に変わったのは ゆリさんが原因だお姉さんは人殺しを望んではいない違う何かをゆリさんに伝えたかったんだそうホストクラブはいいぞと指親指を立てたかったんだだけど俺がそれを伝えたところでゆりさんは信じないだろう <laughs> もう誰の言葉も信じねえ俺の考えでいくわみたいな人間やもんなもうあれはゆりさんはホストである俺のことも信用できないんだクソ なぜ俺はホーストになってしまったんだ <laughs> いや、うん、結果論だと思うよ。仕方ないと思うよ、これ、巻き込まれたんは。お姉さんのレンに会うしかないお姉さんからゆりさんに伝えるしかないんだこの状況でゆりさんの暴走を止めれるのか言葉だけで。ゆりさん、俺はこれからお姉さんのレンに会いに行きます。だから、もう遅くて来ないでください。 どうしたえ、ちょっと考えおる。そんなこと言そんなことさせるかよとかさ、そうはいくかよとか言うかなと思ったけど、ちょっと考えおる。好きにしろあ、いいんじゃ。<laughs> 会いに行っていいんじゃ <laughs> あおお。思ったよりさらっとさ、殺しに来る、やめてくれたんだけど。え、あれユリ <laughs> さん自身も殺人の連鎖から救ってあげないといけない。でも怖いな。後ろから襲ってくるなよ。 ドリームキングこれは俺のこれは記憶の真相への道を作る俺の能力だ知らない方がいいこともある本当は使いたくない力だけどユイさんの話からお姉さんは悪霊ではないことが分かったお姉さんの霊に殺意がないのなら力のない俺でも真相へたどり着くことができるだろうとうとう人のために能力を使う時が来たか おおこんな力をもっとったんじゃよし行こう物語の真相へここは駅のホームかあそうか電車に飛び込んで死んだんじゃそうかゆりさんはゆり、ね、さんはお姉さんは電車に飛び込んだと言っていた お姉さんが死んだ場所ここにいるのか縁があるよなこういうところ悪霊とは縁があるよな悪霊悪霊じゃないやけどな今日はおった普通におったお姉さんの霊だキャッと<う><あ>何か言っている 私が死んだ後あの子にも誰か頼れる人ができればいいとあのホストクラブにいる人たちを頼ってほしいと親身になってくれる人もいるんだって伝えたかったなぜホストクラブなのだお姉さんドリームズのお客さんだったのかでもお姉さんドリームズって まあ、ホストって大体お金をもらっているから、あんなことを、あんなちょっと受け身になってくれるだけであってさ、お金がもらえなくなったと分かったら、そういう受け身になってくれないかもしれないよ。お姉さん、お姉さん、そういえば、龍河さんも言ってたな。姫のゆりが乗客だって。んちょっと待ってよ。ホストクラブに通っていた姫のゆりは、お姉さんだったんじゃないか だとしたら、俺を襲ってきたユリは、あれの名前を語った双子の妹なのか紛らわしいな。そういうことなんじゃ。つまりは、お姉さんのことを何か知るためにも、なんか、おお、後ろいるね、ちょっと。でも、あの子、は逆に考えていった。もう ホストたちを憎み死体をこの夢に隠し続けたどうしてこうなってしまったのあなたが喋らない方だよお妹に対して私が死んだ理由は自殺じゃない違うのこの駅のホームでホームで背後から押されたの他殺どれに 電車の音がするお姉さんが飛び込んだ電車あなたはここで死の直前の記憶を繰り返しているのかそれ以上私が好きだった人たちを殺さないであなんだこっちを指さしている 後ろいやちょっとちょっと嫌なよ感かするんですけどあ振り向いたらやばいよ感かがするんですけどてるくん逃げる用意はできてる逃げる用意ができるまで俺は Z 機を押さないぞあできたできた逃げる用意できたじゃあ押すよキーはいああやっぱりねやっぱりねああやっぱりねうわあちええフラミロお姉さんはやっぱり妹に腰を知ってほしくないんだよ ゆりさん、追ってきたのかいや、もうゆりさん、ちゃんとした言葉を喋ってください。せめて、ちゃんとした言葉を喋ってください。お前も電車にかればよかったものお前もって。まさか、あなたがお姉さんを突き落としたとえもうただのサイコパスやん、そんな。ただの殺人犯やないか。 そうだよーその通いで。めちゃくちゃやこの人お姉ちゃんは帰りを待つ私のことを忘れて毎晩のようにホストクラブに入り浸っていた私は待つことに疲れていつからかお姉ちゃんがいなくなればいいと思うようになっていた私は大好きなお姉ちゃんをロ線路へ突き落とした確かに私が殺した でもなこんなことになってもなったのもお前らがお姉ちゃんを騙してん、えー、だからさいやだからお姉ちゃんが好きだったホストどもをこういうの中で殺してやったんだよいやそれは偽善だお前 <laughs> まずお姉ちゃんを殺した理由にはならんぞお前 <laughs> 確かに殺したけどそれはホストたちが悪いみたいなホストには落ちつけるなお前ら

あ戻った、うん、どうしてどうして <laughs> なぜ顔が戻った <laughs> いやーな,なんかさシリアスシーンのはずなのになぜか笑えてくるのがすごいね、漆曲って。<laughs> いた痛い痛いどうするお冷静に事情を聞くのか、音らしく。あ、そりゃ今のてるくんはどっちかって言ったら男らしくの方のタイプだろう。キャラ変わってしまったけどな。 ゆさん何がそこまであなたを追い詰めたんだよだってだってお姉ちゃんが悪いんだよ私だけあのボロ部屋に置き去りにして自分だけ遊びに行って自分ばっかりいい思いをするからくだらん <laughs> そこでくだらんって言葉が出てくる。 テッてくんそんなキャラじゃなかった <laughs> 聞いてますかお姉さんあなたがここにいるのはかっています出てきてください <laughs> なんだこれ <laughs> はい聞いています <laughs> 彼女は寂しくてあなたを殺しましたしかしゆりさんは反省していますしてんのかなどうか許してあげてください <laughs> むむちゃくちゃ投げつくよね <laughs> 無理投げつくよんなおい 私はユリじゃないよお姉ちゃんがユリで双子の私がお姉ちゃんのふりをしてホストクラブに行ってたのほ私の本当の名前はどうでもいい喋 <laughs> <laughs> しゃべらせてあげろよ名前くらい <laughs> 今そんなやこしで住めはいらんそそんなははははははは え、これギャグゲームじゃないよね。ホラーゲームだよね。ゆりさんいいからお姉さんに謝ってははい。<laughs> ああ、学級委員長だ。すごい鬱陶しいタイム、学級委員長みたいな、<laughs> 和解のさせ方しようんじゃないか。無理やり。<laughs> お姉ちゃん、ごめんね。友達こそごめん。寂しい思いをさせて。 なかなか下りてきてよかったね <laughs> お姉さん、ま、は安心してジョブしてください <laughs> 安心してジョブしてくださいってジョブしなかったらなんか殴られそうな勢いやけど <laughs> はいありがとうございましたこれここだけではさジョブズしないとやられるこいつにやられるみたいな感じで思ってるだろうバイバイお姉ちゃん 全力出し切ったさすがの手君無全力出し切ったぞほっ怒りすぎて強引に解決してしまった <laughs> ユリさんも泣いているしどうしようこの場をうまくまとめる方法はキフフス、キース、キフフフ そうだなんだ何を出す卑猥なものを出さないでね卑猥ないものはゆりさんえその流れでそれ出すなお前 <laughs> 何が夢見てるんですじゃんお前はお前 <laughs> いつでもお店においで 締め待ってるから。テル<る>。ううん。自首します。そうか。それがいい。<laughs> 君はやり直せる。必ず、やり直せるよ。はい。<laughs> 多分たぶん、ゆりさんの頭の中にはさ、こういうちゃんとしたことを言っとかんかったら、後でさ、テルくんになりれるかわからんと思うけどさ、そういう恐怖があるんだね。もう鼻血出てるからね、もうよ、みたいな。<laughs> 強引に解決させちゃった <laughs> もう夢の中に入る力とかどうでもよくなったけど最後はもう物理やん殴ったやん <laughs> そしてホスト失踪事件は解決したこんな荒々しい名探偵もおるかゆい <laughs> の名を語った双子の妹は自首をすると約束しそしてお姉さんの霊の見る夢は姉妹の仲間によって成仏し敬のであった エピローあちょっとなんか今回パート数短かったなあお兄ちゃん出てきたよお疲れてるお夢消えたんじゃ <laughs> なんか知らんけど夢消えたんじゃあそりゃあ,あんな感じで成仏したけんな <laughs> 結局ルナちゃん活躍したかったね君君何もしなかったね <laughs> まさかルナちゃんの力借りずに出てこれるとは思んかった 二人とも、なぜここにいるんだテル、どうだ男に泣いたかははいキラ先輩の言葉熱かったです酸っぱい最高でしたなんか浸水してるルナちゃんがキラ先輩になんか浸水し始めてるよ。そうか最高だったかは最高 私も今回は楽しかったなおいおいおい人を見殺しにしといてよくそんなことが言えるなありがとうお姉さんえお姉さん <laughs> ああそうか今はお兄さんだい今 <laughs> えっいつもいいか仲良くなってるえー、っとテルの話を予約するとつまり 今日俺たちが会っていたのは姫のゆりの生名前を語った双子の妹でそいつがアフターで連れて出,出してはホストたちを殺してたってことかそういうことになりますね怖すぎだろええ結局名前もわかりませんでしたしねいやそ,それはお前がどうでもいいって言うだけんだろうがお前 <laughs> そ,それわからなかったというか聞かなかっただけだろお前 <laughs> まあ本人も自立するって言ってますしいいんじゃないですか俺も男らしくガツンといてやりましたし <laughs> ガツンと行き過ぎて控えそうだったわ <laughs> 相手が相手だったら控えとったわでも夢が消えちゃったら証拠の死体も一緒に消えちゃうんじゃない <laughs> 確かに いやまず夢の検定時点でさ警察に配してた頃でさいたずらとしか思わないと思うけどね <laughs> あ,あ帰ろるな大丈夫かこいつら <laughs> なんじゃこれ <laughs> あ終わったわ <laughs> うん、な今回の出曲よかったなぁなんか声もえと違うような感じでよかったなぁ <laughs> けどさ第1話から第2話第3話っていくにつれてさだんだんさ <laughs> 逆寄りになっていっきょんだこのゲーム <laughs> このゲームもうほぼ逆じゃないの <laughs> ホラーっぽいところはあるけどさ逆の方が強かったぞいやいや マミさってさまさかメインヒロイン的なポジションのさ人が敵に回ってさ殺されそうになるんやけんさもう完全に予想外や守るどころかさその守る守る人だろうなって思っ一人より殺されるわけやけん殺されそうになるわけやけんさよかったあとエンディングも何気にちょっとこっとんな声までなかったような凝り方しとんなこれはあよかった <laughs> やばいなこれこれさや <laughs> だんだんさ漆器欲ってこんな感じのゲームだろうなって思っとったけどどんどん壊れていくよもんな <laughs> これさ第3話出てきてすぐに言うもあるやけどさ第4話も楽しみやなって思ってしまうんよな <laughs> 第4話はまたどんな壊れ方するんだろう制作アイムシアンシアンさんっていうことらしいです また次回次回作楽しみにしています。お？どうだ、テレ。今回の一件でホースの仕事に自信が持てただろう。いやむしろさ、なったばかりの仕事場であんな時期に巻き込まれるとはっていう感じだと思うんやけどな、俺は。キラー先輩 この仕事やめさせてもらいますは <laughs> 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 うん俺もてるくんはホストに合わないと思ったからよかったうんすべて解決うん というわけで、色欲第3話、今回も面白いゲームでした。また第4話でお会いしましょう。仕上げ。